デイビッドソンがサーブで使ってきて、西川、秋山、小野間が鉄壁というか、まあ、打順上ね、はい、戦力上、まあ、要はスタメン上使えると、でサードはデイビッドソンだと、ファーストはマクブログですっていう時はこれでやっていくしかないんですね。でショートは小園でいくしかないと思うんですね。今の矢野の打力で小園を超えてることはないのは、まあ、現状は事実なので、これでやるしかないんですが、でも、もうすでに5回で2点差リードしてるぐらいだったら、もうそもそもがもう矢野ショート、サード小園、レフトデイビッドソン、センター秋山、もう西川を、まあ、下げるかファーストでいいぐらい。動的に、まあ、時期の違いだけであるでしょう。はい、ですし、これを徹底的にやってるのが、まあ、やって、結果、優勝をかっさらった形になったのが、オリックスとヤクルトなんですよ。要は、今のね、要はその試合の一番使える人は誰ですかっていう選択を高津と中島さんはするんですね。で、結果中島オリックスの監督は前半うまくいかなかったと。ところが、オリックスがすごいのは、実は前半のピッチャー陣の先発、のうち、4人が全員リリーフに行くんですね。ああ、そうですね。全然、前半と後半で中継ぎ投手陣違いますもんね。違うんですよ。でも彼ら一軍にいなかったわけじゃなくて、先発してたんですね。はい、そうですよね。だから、ここなんですよ。だから、一軍で使えてるメンバーなんだから、一軍でどこなら活躍できるんですかって判断ができるかできないかなんですね。ヤクルトもそうですね。ヤクルトの場合は、メンバーが、まあ、オスナとか、サンタナ、塩見、田口、長岡、等々いますよね。まあ、当然山田、まあ、当然、まあ、絶対安泰の村上、中村悠平。で、この中で、村上以外、どこの打順なら彼らは活躍するんですかなんですね、ヤクルト。チームの強さなんですね。だから結局、塩見の打順なんてどこだったのって話なんですね。例えば、サンタナ、オスナ、5番、6番、7番でコロコロ変わってますからね、あの2人だって。そうですね。で、青木もそうですよね。1番、2番、3番。中村悠平が。だから、村上、当然3番、山田哲人。4番、村上。ここは、もう、固めましたと。で、山田哲人は、セカンドの、要は、キャプテンシーとして、まあ、じゃあ、3番、セカンドです。はい。いう感じなんですよね。もう村上は絶対です。心配いらないです。4番ですから。で、動かさなきゃいいと。で、この2人は固めれましたと。で、他の、で、かといって、オリックスとかね、まあ、パリーグほど、要は、まあ、1、2軍とか、要は、誰を、まあ、DH 制のこともありますので、ピッチャーが入らないので、野手がふんだんに一人分使える点があるので、いろんなことを考える。まあ、伏見4番とかも、まあ、当然中島監督しますけれども、要は、
そこはオリックスとかパリーグの方が1、2軍を含めた、どうでしょうね、野手15人の戦いをしますと。ヤクルトは10人の選手をどう戦いますかと。今年の2020年のカープよりも、まあ、新外国人もそうですし、あの選手のね、こう、成長も含めたと、君に考えると、まあ、そこまでいけるかどうかわかりませんが、それに近づけそうな雰囲気はしますね。まあ、やってくると思うんですよ、新井監督は。見てると思うので。これに近づけて、試行錯誤して、コロコロ動かしてやってるのって、結果3位に入ったのは矢野監督なんですよ。ああ、そうですね。で、矢野監督は、なおかつ、まあ、なるべく徹底してるのが、野手選手批判をしないようにしてるんですね。ああ。まあ、もっと言うと、もう2人に絞ってるんですね、批判は。佐藤と大山、うん、これだけは批判しますと。まあ、まあ、いわゆるクリーンアップタイプのバッターですね。クリーンアップというか、もう彼らはやってもらわなきゃ困るし、はい、4番なんで、4番イコール批判される場なんですと。まあまあ、あれですね、昔の川上監督なんかそうやってたってよく言いますけど、やってた。でも、はい、その大山とかね、佐藤がクリーンアップを外れると言ってないんですよ。はいはい、ああ、そういうことですね。はい、だから、中軸は言われるものなんですと。そうですよね。だからここで結局、まあ、なんだかんだ言って、まあ、借金16から、借金7、5ぐらいまで上がると。カープは逆に言うと、貯金6から借金6になると。この差なんですね。まあ、それを、新井監督が変えられるかどうかってことですね。だから要は新井監督にしてみたら、今のカープが多分、セリーグですから、で 1,2 軍の実力差もカープも、小さいわけじゃないんですね。ヤクルトと一緒で、オリックスとかパリーグみたいに 1,2 軍の差が小さきゃいいんですが、残念ながら、今のセリーグは1、2軍の差が大きいので、新井監督にしてみたら、誰が1軍レギュラー格で、どれをどう使っていくんですか。だから、当然、使わない選手を、西川だって、秋山翔吾だって、デイビッドソンだって、マクグルーだって、スタメン落ちはさせます。でも、途中から使うでいいじゃないですかって割り切れるからなんですね。そうですね。まあ、あるでしょうね、それもね。だから、途中から使うことに、どうも笹岡監督は躊躇したんですね。ああ、躊躇というか、要は、スタメン外すイコールその試合使わないでずっと出てこないんですよ、うん、菊池、うん、西川、マクブルーム、その割にはベンチに出てるって不思議でしたけどね、そこも、ね、そうなんですよ、ところが高津監督は外すけど、もう延長になると彼が出てくるんですね、ああそうですね、青木とか、はいはい、でそのまま守備につかして、なんだ、守れんじゃんみたいな、守らせられんじゃんみたいな使い方を起用してくるんですね。例えば、長岡に代わって元山とか、まあ、ルーキーで取った丸山、そのまま使って、そのまま代打、イコール守備とか。だから、要は、スタメン、今回のスタメンじゃないですと。でも、ベンチに入れてる以上は、はい、いや、もう、その、なんか、守りだけじゃ、だけですとか、
代打1打席じゃだけじゃなくて、大体2、3イニング使ってるんですね、ヤクルトの方が。そうですよね。はいはい。そうですよね。だからこれを新井監督が、まあ今回ね、解説で、まあ、DeNA の三浦監督がそこにシフトしたんですよ。シフトして勝ち出して負けなくなった、うん、で三浦監督も何を注意したかって言ったら、選手のできなかったことの批判はやめたんですね。できなきゃいけない選手ができない批判はしたけれど、できなかった批判はやめたんですね。できないものはできないんだから。はい。ですよ。これは三浦監督も全員1年目、まあ高津監督も含めて全員、まあ原監督、小方監督、全員1年目は、試行錯誤して、やっぱり言わなきゃいけないことは言ってく、言わなきゃいけないことは言うべきだと思うところから入ってるんで、多分そこから入ると思うんですね。そこは間違えてはないと思うんですが、そこを、自分流に言わなきゃいけないことをどう伝えるかに変化させられるかどうか。そうですね。はい。まあ、きっと変えてくるんでしょうけどね、そこはね。まあ、これはね、変えてくると思うんですよ。パ・リーグも見て、セ・リーグも見て、明らかにそういうチームが残念ながらクライマックスに全部出ていて、うん、できなかったチームがクライマックス出れてないんですね。なんだかんだ言って、そうですね、結局なんだかんだ文句言われたって、だって西武もクライマックス出ちゃいましたので、そうですよね、はい、だからそのチーム戦力ではなくて、チーム戦力は怪我とかね、流行り病とか、要はその総合戦力の一軍総合戦力のメンバーで言ったら変わらないけれど、何に結果の差があるかって言ったら、多分、選手起用で、起用の仕方が、より柔軟、もう打順についても臨機応変。はい。で、決めた。まあ、いいですよ。例えば、マクローブルーム4番決めた。だから今シーズンこれでやってくってやっていくけど、数字が出なくて勝ち星上がらなかったら、呼んで、勝ってないから変えますでいいわけですよ。本人たちも分かってるわけですから。だから、ただ、4番を王長島以外をなるべくさせなかったってことはしたんですよね。だから、そこだけなんですよ。だから、そういうことも、今回の、まあ、デイビッドソンの外国人、取りましたと、で、サードですと、で、強肩ですと、で、だからといって、私はレフトもありだろうと。ああ、あるでしょうね、それもね。で、当然、まあ、ヤクルトのホージーとかね、まあ当然、まあ、野村監督時代に、まあロッテから来たミューレンという外国人。うん、ああ、いましたね。はいはい。で、彼7、8番しか打ってないんだけど、打点は4位ぐらいなんですよね。うん、打率2割2分ぐらいで。はい。そうでしたね。はい。下位で打って。だからそういう使い方の外国人になってでも我慢できるかどうかなんですね、思います。ライトもあると思うんですよ。左投げだからって外野守れないわけではないので、左投げだからでも外野は守れますので、外野であれば。
なので、そこの固定観念と、例えば、星野監督時代の、まあ、オリックスから来た、アリアス選手もそうですよね。ああ、ありま4したね、番でア使リアスね。う、6番で使う、7番で使う。でも、まあ、なるべくはホームランの欲しいとき、まあ、この試合は4番のホームランの試合だと。いうときはもう徹底的に4番アリアスだと。そうでしたね。だから、この起用なんですね。だから、打率とか、ホームランとか、その数字ではなくて、誰をどこに入れると、チームが勝つんですかっていう。そう、まあ、やってもらわないと、カープのメンバーだと、バリエーションの多いチームなので、下手をすると143試合を新井監督時代で言えば、143通りでどう勝つかを考えた方が勝ちが近いかなっていうぐらいの。わかりました。はい。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼いたし失ま礼いす。たします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。